皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。 ADC ミートアップラウンド6へようこそ。私はですね、本日の司会を務めます Adobe Systems の轟と申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、本日の内容なんですけれども、クリエイトザウェブツアーとある通りですね、実はワールドイベントとしてですね、世界4都市を回るツアーをやっております。で、4都市のうちの1つの都市が東京ということで、この ADC ミートアップの枠で本日お送りしてまいります。で、内容なんですが、先月末に Adobe Edge Tool & Service というものを我々はアナウンスしました。このツアーではその製品ですとか、ツールとかサービスの紹介をですね、して回っていくという。で、スピーカー陣はですね、開発チームとかそういったところから来てますので、非常に深い内容も聞けるんじゃないかなと思います。そうですね、じゃあ、早速行ってみましょうか。最初の基調講演なんですけれども、その Adobe Edge Tool & Service の開発を取りまとめているシニアディレクターアルノ・ゴードルからお送りします。ではよろしくお願いします。こんにちは、お元気ですか。皆さん、今日は手伝ってくださいね。今日はたくさんいい話をしたいと思います。でも何か気に入ったことが聞けたら、ぜひリアクションをしてください。ですので、拍手とか、気に入ったことを耳にしたときには拍手などお願いしますね。よろしくお願いします。私、アロノ・ゴルドと申します。今日はウェブプラットフォームの取り組みの話をさせていただきたいと思います。いろいろとワクワクするようなことが進んでおります。ですので、今日皆さんにその話をしていきたいと思いますが、まず最初に3つ申し上げたいことがあります。なぜウェブがそんなに重要なのか、このアドビ社にとって重要なのかという話をまずしたいと思います。そして、このウェブをどう良くしていくのかという取り組みについて申し上げて、それから皆さんにもウェブを作っていただくためにどのようにサポートをしていくのかという話をしていきたいと思います。以上3つで進めていきます。では、なぜウェブがそんなに重要なのかというところから始めますけれども、とにかくこのウェブというのがクリエイティブな表現のためのプラットフォームになっているからです。例えば、新しいサイトを構築してモバイルのアプリケーションを作ったりして行く中で、ウェブプラットフォームがその手段になっているという状況です。弊社 Adobe ではとにかくクリエイティブな表現というものに目を向けております。そもそもそれがルーツなわけです。 DNA もそこを中心にしています。ですので、自然なんです。ウェブがこの次世代の媒体として皆さんのクリエイティビティの表現の手段になっているので、我々にとっても大切だから、 Adobe がそこでやることが重要になってきているんです。ということで、弊社にとってウェブが重要な理由というのはそこです。とにかく自分たちの DNA に根付いているということです。それからもう一つ理由はあります。ソフトウェア会社として我々がやることはとにかくウェブに依存する傾向が強くなっています。一つ、クリエイティブクラウドという例を挙げたいと思います。数ヶ月前にこれは開始したものですが、より簡単にソフトウェア、素晴らしいサービスやソフトウェアにアクセスしていただく、手段として導入したわけなんですけれども、 Adobe クリエイティブクラウドそのものがウェブプラットフォーム上に構築されています。ですので、またこれもウェブが我々にとって重要な理由の一つです。さて、このウェブの進化というのは、ここ数年の間に目覚ましいものがありました。数年前だったらできないようなことが、あるいは難しかったようなことが今ではできるようになっています。それ自体素晴らしいことだと思います。そんな進捗があったということは素晴らしいと思うんです。でも、まだこれから改善の余地があるというふうに思っています。このウェブプラットフォームにおいて、私たちがそこに一石投じることができると思っています。では、どのようにそれをサポートしていくのか。まず、このウェブの進化において、さまざまな提案をして、このウェブのスタンダードの改善改良に
働きかけています。例えば W3C もその一つです。新しいスタンダードを提案したり、より良いものを提案したりして、よりウェブがいいプラットフォームになっていけるように手伝っています。またさまざまなウェブキットといったようなプロジェクトにも貢献しています。こういったアイデアを皆さんに対して提供して、皆さんに使っていただけるようにするためのプロジェクトです。それからこういったウェブコミュニティのやり取り、インタラクションというのは弊社にとってもとても重要なものです。というのはウェブが進化していく形というのは、私たちが一緒になってそれを実現していくものだと思っているんです。つまりは一社や一つの組織だけでこのウェブを形成できる、そしてその進捗を決めていけるところはありません。やはりコミュニティでやっていかなければいけない取り組みだと思います。ということで、こういった標準化スタンダードの組織やオープンソースのプロジェクトを通じてそこに貢献しているわけです。それと同時にコミュニティとのやり取りも積極的にやっています。ミートアップやハッカータウン、その他のイベント等々を通じてこれは実現しています。私たちがインプットを得ると同時にコミュニティに対してフィードバックをするということもしています。また実は1年近くも前からやっているあるプロジェクトがありまして、こうして皆さんに話ができるのは嬉しいんですけれども、今日アナウンスをしたいと思います。もう新品の新しいもので、昨日までは話をしなかった内容で、まだ準備もできていなかったというものなんですけれども、今日ワクワクしてこうして話しております。で、何かというと、これです。ウェブプラットフォームドキュメンテーションプロジェクトという呼んでいるものです。何なのかというと、これウェブサイトなんですが、本番稼働始まりました。ですので、ウェブプラットフォーム .org にアクセスしてチェックしてみてください。ウィキペディアのインフラをベースにしております。ですので、ウィキになります。つまりコミュニティの中のどなたでもそこにコントリビューションしていただくことができます。で、何を目指しているかというと、ここがレファレンス情報、ウェブプラットフォームに関してはもうここを見ればいいというような、そういうデスティネーションになりたいんです。今はいろいろなところにそれが散在しています。会社の情報もあれば、ウェブサイトで一部の情報を掲載しているようなものが散在しています。で、正しい情報もあれば陳腐化した情報もあります。だからウェブデザイナーや開発者は本当の情報とそうではない情報を見分けるのが難しくなっています。ですので、それを改善しようとした取り組みです。で、かなり大掛かりな取り組みで、自社だけでやっているわけではありません。 W3C とも一緒に進めてきましたし、その他のメンバー、 Facebook、 Apple、 Facebook、 Google、 HP、 Microsoft、 Mozilla、 Nokia、 そして Opera とやってきました。11ヶ月ほど進めてきました。今日ここに発表できることをとても嬉しく思います。ぜひチェックしてみてください。皆さんにも今度は貢献していただきたいと思います。一つのレファレンスを作っていきましょう。そこをみんなで頼りにして使っていきましょう。それ以外にご紹介したいのは、ウェブプラットフォームのこれも改善に関わるものなんですけれども、まあ3つの分野に分けてやっています。まず一つは雑誌のようなレイアウト、もっと高度なより良いレイアウトを今よりもウェブで実現することができるんじゃないかと思っています。これも改善していきたい点。それから映画のような視覚効果、ウェブをもっとインタラクティブで表現豊かなものにしていくこと、それからグラフィックスの表現ベースをもっとウェブ向けに強化していきたいと思います。ブレンドモードやコンポジット、合成、こういったもの、今できないようなことを実現していきたいと思います。では、ちょっとデモをお見せしたいと思います。この映画のような視覚効果の例になります。で、皆さん自身にも提供されていますので、ぜひご自身でもチェックしていただきたいと思いますが、まずご覧いただきたいと思います。So, this is something that you can find on the html.adobe.com。 そこをチェックしてください。 CSS フィルターラボというものがありますので、そこをご覧ください。これ Chrome のかなりバージョンになります。つまり
皆に対して開示されているバージョンではありませんけれども、まもなく開示されます。でここはCSS フィルターと呼ばれる、つまり具体的に言えばカスタマーフィルターというものが実現されています。これ右側に画像があって、簡単なフィルターを例えばブラーなど適用していきます。でこのように度合いを調節していきます。そうすると下の方にコードを出してきます。でフィルターラボを使ってちょっと遊んでみましょう。でこんな感じの仕上がりになっていきます。いろいろなパラメータの調節もできます。でコードが随時出てくるようになっています。さらにそうしたビルトインのベーシックなフィルターの他に、こちらの方、元のイメージに戻ってきますけれども、カスタムフィルターも用意されています。ちょっと複雑になっているんですけれど、このようにシワを寄せることができます。これはビジュアルに違わすというだけではなくですね、その形も変えることができるというものです。これも面白いところだと思います。もう一つ、これはフェリファーの例になっておりまして、これは球形に持ってきて、そして好きなところに回して見せることができる。またそこに影を作ることもできます。これは HTML、 これに少し CSS を使うことによって、この下にありますように可能にすることができます。もう一つの可能性としまして、これはこの後のプレゼンテーションの中でデモをご覧に入れますけれども、いろいろな使い方ができます。これが CSS フィルターラブです。どうですか？ありがとうございます。さて次になりますけれど、ドリームウィーバーです。で今回アップデートを発表いたします。これはサブスクライバーの皆様に使えるようになっておりまして、新しい改善されたところ、さらにベターなツールで HTML5 のフォームが使える、またエッジアニメート対応となっています。これは非常に重要なところです。これはウェブがよりベターな形になってくるということ、プラスこのように素晴らしいツールがあることで、より大きな能力を発揮することができるようになってきます。こうした形でどんどんウェブのオーサリングツールを導入してまいります。これがドリームウィーバーについてです。クリエイティブクラウドを使っている方はダウンロードして今すぐここにアクセスすることができます。しかし同時にウェブは発展しています。そしてその中でやはりツールも変わっていかなければなりません。モダンなウェブはモダンなツールを必要としているのです。そうしたところをエッジツール、サービスを活用することができます。こうしたツールを使うことにまして、これは4つの基本に支えられています。それぞれのツールを説明していきますけれども、その一つを取り上げても非常に能力を発揮することができます。そして2番目としまして、ウェブの最新の技術を使っているということです。そうしたところも最新のものであるということは重要です。さらに CSS、HTML5、 そうしたところもビルトインになっておりますので、そして直接なアクセスができるようになりました。そしてこういったツール、それぞれも素晴らしいものなんですけど、それをいろいろと一緒に使うことによりまして、さらに大きな力を発揮することができます。これがエッジツール&サービスなのです。それでは一つ一つ見ていきます。まず最初にアニメートです。すでにですね、数ヶ月前からプロモートをしているわけなんですけれども、さらにそれをベターにしてするということで努力をしていまして、 1.0 のバージョンが今日から使えるようになりました。さてアニメートは何かと言いますと、アニメーションを作る、モーションインタラクションができるようになる、またインタラクティブなコンテンツを扱うことが簡単にできるようになります。それではここでポール・トラニーさん、
クリエイティブのエヴァンジャリストをご紹介します。ありがとうございます。アルノさん、紹介ありがとうございます。エッジエネミーアニメートはこういう形になります。まずは HTML ページを開きます。つまり HTML のコンテンツをここに持ってきまして、このエッジアニメートのところで展開するわけです。そしてアニメ化します。非常に簡単なんです。コードは書かなくても大丈夫です。ビジュアルな形でこうしたアセットを動かすことができるのです。こちらの方、まず最初にこのプロジェクト、40年間の技術のトレンドというプロジェクトです。このプロジェクトの中で、まずこのコンテンツをここに指定します。そしてアニメートするわけです。このオブジェクトを持ってくるだけではなくて、これをダイナミックにポジショニングします。例えば 25% と設定を端から 25% という形、ここでフルイッドなデザインになります。そして次はこちらの歯車のところなんですけど、下のタイムラインのところに持ってきます。そうしますとキーフレームが出来上がります。ここの時代にこれができたということです。他のアイテムも下に動かします。そしてこの写真をまた動かすことができます。このプロパティパネルを自由に動かすことができるのです。そしてここでアニメートしますので、ここを1秒で動かすとします。そしてこのオブジェクトをこの子に動かします。そうしますと下にタイムラインができています。つまりそこまでスライドするのを下で表しているわけなんです。この写真の中ではここで回転させることもできます。こんな形です。プレイボタンでスペースバーを使うことができます。そうしますとこのようにスライドして動いてきます。ここから始めて動画としてアニメーションで上に上がってくるわけなんです。さらにいろいろなコントロールができます。スライドアウトするときにですね、アルノさん、ご助言ありがとう。それではツイーンやイージングを使うことができるんです。つまりこれを直線的に持ってくるのではなくて、ゆるりと持ってくることができるということになります。これがアニメーションです。さらにこれをエッジで見ることもできますし、ブラウザーで確認することができます。このようにスライドアウトしてくるところを実際に検証することができるのです。こうしたアニメーションの動きプラスインタラクティビティをチェックすることができます。この中に例えばクリックをしますと、ポラロイドからアルノさん出てきましたね。またいろいろな人の顔が出てきました。今日のスピーカーの人たちのようです。ポール、どうもありがとう。これがエッジアニメートでした。このように素晴らしいツールを使うことによりまして、より高度なアニメーション、モーショングラフィックスをウェブ上で、ウェブスタンダードを使って作ることができます。もう一つ素晴らしいツールがあります。これはまだちょっと見せるだけ、まだ実際に使えるようにはなっていません。こちらの方、年内にはですね、実際に使えるようになるようにする予定でおりますけれども、現在今作業中です。これはエッジリフローと呼ばれています。これの目指すところはコンテンツを作って、それをリスポンシブにするということなのです。スクリーンサイズが変わってもそれに対応できるようにということ、いろいろモバイルデバイスが増えてきています。それの対応ということなんですが、ではエッジリフローについてポールさん、レスポンシブウェブ設計どうなるのか、ウェブデザインどうなるのか見せてください。さてウェブデザインの中で、プログラム、例えばフォトショップ、ファイアワークスでコンテンツを作るわけなんです。例えばこういうような形になります。
そのフォトショップの方はウェブスタンダードとか CSS を全く意識していません。ウェブデザイナーとしてはそうしたところを考えてグラフィックをカットしたりしなければいけないんです。そしてアウトプットをどうすればいいのかということを決めたり、いろいろなノートを付け加えなければいけない、そうしたプロセスが必要なんです。そしてグラフィックをエクスポートして、でタブレットそしてモバイルの端末でも同じことを繰り返さなければいけないんです。そこでデザイナーとしてですね、こういうツールを使えばもっとフレキシブルにコントロールするということなんです。そしてウェブスタンダードに合わせることができます。こちらがエッジリフローになります。さてこちらの方にグラフィックスがありますけれども、 HTML のアニメーションがもう作られています。エッジアニメートからこちらの方にインポート直接しているわけなんですね。そうなんです。そして他のグラフィックも同様です。で他のツールもインベッドのオブジェクトとしてここに入ってきます。そしてコンテンツを作ります。そしてここのところにボックスができます。このアドインボックス、ここに記入しましてスタイラライズするということになります。そうしますと例えばカラーを指定するということができます。で例えば角は丸めるとか、さらにドラップシャドウ、ドロップシャドウを追加するというようなこともできます。でここでは黒にしておきたいと思います。でこうやって、それぞれ操作することができます。で何ができるかというと、結局 CSS ができるんです。これちょっと最後に微調整しますね。で、見てみましょう。この下の方で CSS、 このオブジェクトの CSS を見ることができますので、どうでしょうか。ありがとうございます。ポルさん、ありがとうございます。でもっといろんなことができるんですよ。デザインを作って、この画像を追加して調整ができるんです。とても柔軟性があります。ある程度のところまでは、例えばこれぐらい小さくして、モバイルの場合にはブレイクポイントをここに追加するということができます。このプラスのマークをクリックすると400ピクセル追加することができます。でこれでリデザインができます。でこういったエレメントを使って例えば隠したりすることもできます。モバイルデバイスでは、まあ、大体とにかくスペースがあまりないからぐちゃっとしないように少し外す画像が出てきてもいいと思うんです。どうでしょうか。アノさん、この方がいいと思います。そうですね。じゃあもう一つだけやってみましょうか。でアニメーションを何にしておきます。でどうですか、こんなふうなことができるんですよ。それからブレイクポイントは、メディアクエリなんですけれども追加していくことができます。でこれらのオブジェクトについては CSS とオーバーライドの両方が出てきます。しかも何度でもこれができるようになっているんです。だこんなふうに機能するものです。でこのデザインもうちょっと後でまた先に進めますね。ありがとうございました。これがエッジリフローになります。今まだ現在進行形で進めています。皆さんのフィードバックをぜひお願いしたいと思います。先ほども言いましたように、今年末までには提供したいと思っています。で、いじっていただいて皆さんのフィードバックを得たいと思っています。またもう少し後で、見せたいと思っています。エッジリフローでした。で、アドビにとってとても重要なものの一つがタイポグラフィーです。そもそも創設時、ポストスクリプトで始まった時代からこのタイポグラフィーというのはとても重要なものでした。でタイプキットサービスを投入しました。高品質のフォントをウェブで利用していただくためのものです。しばらく前に開始したサービスなんですけれども、これを使いますと組み込まれているフォントとしてブラウザ内のものを使うだけではなく、具体的にカスタムフォントを指定して非常にクリエイティブなデザインを作ることができます。例えばここに出ているようなものです。そうするとクリエイティブな表現ができます。ピクセルをいじらずとも、例えば検索をして選んでアクセスすることができるようになっているので便利に使えます。それからまたフォントはウェブサイトのルックスを決めるという意味でもとても重要です。ニューヨークタイムズのサイトをご覧ください。
プリント版で使っている7つのフォントを利用しています。こういうふうに使うことによってこれがニューヨークタイムなんだということを示しているわけなんです。つまりニューヨークタイムズというブランドをそのようにして表現しているんです。また非常に機能的な、そして美しい形でウェブサイトを使いやすいものにして、読みやすいものにしていくのもこのフォントだと言えます。タイプキットのご紹介をしました。高品質のフォントをウェブで利用していただくためのものです。そしてまた実はモノタイプとパートナーシップを組みました。とても嬉しく思っています。こういったさまざまなフォントをタイプキットサービスで提供していくためのものです。1000以上のフォントがタイプキットで提供されていくことになりますので、とても嬉しく思っています。で、これはまだ完成形ではありません。フォントのライブラリーはこれからも増やしていきたいと思いますし、また皆さんもとても重要だと思っている点だと思いますが、もっと簡単に複雑なフォントにアクセスできるようにこのタイプキットサービスを拡充していきたいと思います。今取り組んでおりますので、近いうちに何かご紹介できるといいと思っています。さて、このタイプキットというのはウェブサイトで使うにはいいんですけれども、一方ではもっと多様な場面で使えるフォントが必要な場合もあります。ウェブアプリなんかでも使えるようにするということです。ということで Google とのパートナーシップも組みました。それによって新しいサービス Edge Web フォントを実現しました。さまざまな、プリフォント、オープンソースのものもあるし、コミュニティのコントリビューションのものもありますが、それに対して URL を使って簡単にアクセスすることができます。サービスの申し込みなども一切必要なく、鍵もなく、キーなどはなく、アクセスできる URL でのアクセスです。すべてタイプキットエンジンをベースにしています。つまりタイプキットエンジンというインフラを使ってこのようなフリーフォントをさらに提供していくという新しいサービスで、エッジウェブフォントというものです。素晴らしいフォントがここには入ります。先ほど見ましたようにコミュニティからの貢献物もありますし、アドビフォントライブラリーのものもあります。でフォントの話になりましたので申し上げますと、新しく2つフォントを投入します。まず1つがソースサンズプロというフォントです。とても美しいフォントで、例えばリフローとかブラケッツといったような製品の中で使っています。ユーザーインターフェースをウェブで見せるときに素晴らしいフォントとして使えます。本当にゴージャスな美しいフォントです。で非常に注意深くディスプレイを考えてモダンなウェブブラウザーで表現しています。それからこれはオープンソースプロジェクトでもあるというメリットがあります。そしてこれと合わせてソースコードプロというフォントも投入しています。ソースサンズプロというのはユーザーインターフェース向けなんですけども、一方ソースコードプロというのはコードとマークアップ向けのものなんです。どういうことかというと、まずモノスペースのフォントです。全てのこの文字が幅が一緒です。それと同時に文字です、きちんと区別がつくようになっています。 IL1 がそれぞれ区別がつくようになっています。そうでないとタイプエラーになりますの でコードがダメになりますから。これと同時に区別しているのが O と0です。混乱しがちですけれども区別しています。ソースコードプロになります。本当に美しいフォントでコードやマークアップの表現ができるようになっています。このフォントを使いましてブラケットを実現しています。でこれらのフォントは GitHub から入手していただけます。このフォントにコントリビューションしていただく方は、やっていただけます。つまりダウンロードもできるんですけれども、これらの文字のコードはこの中ソースコードが入っていますので、足りない例えば文字があるとか、こういう形状は良くないなんていう場合にはコントリビューションしていただけるようになっていますので、ぜひしてください。楽しみにしています。ソースサンズもプロもそれからソースコードプロもできます。アドビタイプキットとアドビエッジウェブフォントの2つについてここまでご紹介をしました。でブラケットの話が出ましたが、ご存知かもしれませんが、ブラケッツは今年前半にリリースをしました。オープンソースのプロジェクトで最高のウェブ向けのコードエディターを世界に提供するということを目指して進めてきました。
オープンソースのプロジェクトなんですというのはコミュニティ全体に参画していただいて素晴らしいものにしていきたいと思っているんです。でそれは変わりません。プロジェクトとしてはオープンソースで進めていきます。これも GitHub で公開しています。コントリビューションいただける方はここにアクセスをしていただければ簡単にコントリビューションできます。それからあとはエッジコードも投入します。これは Adobe からのブラケッツのディストリビューションになります。つまりブラケッツに対して追加をしてエッジのツールやサービスと統合させていきます。つまり、全体的なコミュニティとしてはあまり関心がないようなことかもしれませんので、我々の部分との統合をしてリリースします。でプロジェクトはオープンソースのブラケッツとそれからエッジコードという、まあ、これもオープンソースではあるんですけれども、このエッジツールやサービスとの統合を実現するプロジェクトとして並行に2つが進んでいきます。ということで今度はまたポールさんにお願いをしてどんなことがこのエッジコードでできるのか見せてください。やってもらえますか。わかりました。では私の方からこれを進めていきたいと思います。先ほどのプロジェクトです。続きです。 CSS はリフローから持ってきています。でこうやってスケールダウンをさせることができます。エッジアニメを調整することができます。本当にうまくコンテンツをこうやって合わせていきます。でこんな見栄えになるということが確認できます。もうちょっといじりますね。そうするとこんなセットアップになっております。でブラウザーでテストをすることができます。でさらなる調整をこれですることができます。でこの場合にはちょっと問題ですよね。これらのフォトを反対方向に行かせたいんですよ。つまり右から左に行かせたいんです。その通りです。で、普通はこれをコードで直すわけなんですけど、エッジコードではまあオープンスライドの形でオープンすることができます。そこで調整をするわけなんですけど、通常は JavaScript ファイルに入ってきまして、ファンクションコールどこのページだろうということで見つけ出します。そしてこの関数がこの JavaScript のページのどこにあるのか見つけるのも大変です。エッジコードではこのコードをインラインで見るということができます。こちらの方を見てきます、見ますとファンクションソードセレクテッドというところなんです。ここでこの関数を見てみます。そうしますとそこにコードがこういうふうに出てきます。このファンクションのこの関数のコードが出てくるとどこのページであろうとすぐそこに到達することができるということになります。でここで変更を加えましてこれでいいようにいいようですのでローディングします。これをもう一度開けてみます。こちらのスクリーン上で開けてみます。このブラウザーをリフレッシュしますが、こちらのロケーションに持ってくるのにちょっと時間がかかりますか。ブラウザーがうまくいかないということ確かに起こるんですけれども、ブラウザーをファイリングするというところでですね、ではそれをの次のところその先に行きましてこちらを見ます。で他のところでどういうことができるかを見せていきたいと思うんですが、ブラウザーももうすぐ出てくると思いますので、同じことをですね他のコードでもでやることができます。例えば CSS こちらのアイコンがあったとします。どんな CSS でも HTML のタグであろうと同じプロセスでクイックエディットすることができます。もしくはコマンド E で行うことができます。こっちこう開いてみます。そしてフロートをですねこちらのところをですね左方向へというふうに直します。
パラグラフタグ、こちらの方もエクスパンドしまして、こちらの CSS を開くことができます。そしてそこのところでエディットしたい、編集したいところがすぐ見つかるわけです。もう一つ、色についてなんですけれども、こちらもクイックエディットをすることができます。このように、まあ、蹴ったこうした通知があるんですけど、その辺の方はよくわからないんですけど、ただビジュアルにもう少し赤くといったような設定ができるわけなんです。でウェブフォント、このようにコードヒント、ブラウズウェブフォントを選びますと、ヘッディングをもっとちょっと素敵なスクリプトに変えることができます。ロックウェル、こちらにしましょうか。これはウェブフォントサービスから来ているわけなんですね。そうです。ではここでクリックをして追加しますと、ここでデフォルトのところに名前が出てきます。でこれをこのページに追加します。そしてそれを最終結果とするわけなんです。非常に簡単ですよね。どうですか、ポール、どうもありがとう。以上、エッジコードでした。今まででベストのコードエディターとしては HTML、CSS 対応ということで、まさに最高のものだと思います。もう一つ、コンテンツがモバイルデバイス上でどういうふうに違って見えるかということを、そうしたことに対応するのにですね、このウェッジインスペクトを使うことができます。デスクトップ上で、例えばタブレット、スマートフォン対応の画面をここで編集することができるので、スクリーンショットを作ることもできますし、またディバッグすることもできます。これは素晴らしいツールです。これについてはまた後でさらに詳しくお話しします。以上がエッジインスペクトでした。そして最後がこのフォンギャップになるんですけど、本当にウェブ技術でモバイルアップを作成するための最高の SDK です。もうすでに100万のダウンロードがこのフォンギャップの SDK で行われています。これはローカルマシンの方にインストールをして、そしてこれはここで Android 対応などで使うことができます。これが今までは大変だったわけなんですけれども、今までのようなメンテナンスなどで苦労する必要がなくなるということで、この新しいサービスとして始まりますのがこのフォンギャップビルドです。これによりましてモバイルのアプリケーションを作ることができます。このビルドするところはクラウド上でやりますので、ローカルの方は一切気にしなければいいということです。これを簡単にモバイルアプリケーションを構成することができます。 CSS、JavaScript、HTML を使ってしかもできること、これ可能だということなんです。このような形でアプリケーションをですね、ウェブプラットフォームで作ったことはないという方は、ぜひこのフォンギャップビルドを使ってみてください。こちらがフォンギャップビルドでした。まとめます。エッジツール&サービスとして、エッジアニメートがありました。エッジリフローがありました。タイプキットがありました。エッジウェブフォント、エッジコード、エッジインスペクト、そしてフォンギャップビルドです。そしてそれが本当に使いやすい形でこうしたツール&サービスにアクセスできるようにということで、全てこれクリエイティブクラウドに入っています。クリエイティブクラウドがまさに一番簡単な方法でソフトウェアとサービスにアクセスすることができます。このように素晴らしいツールを見ていただければ、どれだけ値段が高くつくんだと思われませんか？見当つきますか？いくらか知りたいでしょう。すべてクリエイティブクラウドに入っています。ここにこのツールがあります。そしてクリエイティブクラウドのメンバーシップ、ベーシックのものでいいんです。ベーシック会員で大丈夫です。無料でございます。
皆さんがこのような素晴らしいツールを使えるようにということで、そのためには無料でアクセスできるようにと考えたわけです。ぜひ皆さんに使っていただきたい。そしてウェブ上で何を作り出していただけるのか楽しみです。ありがとうございました。